今日も朝からグラブル VS ちょろちょろやってたんですけれども、急に敵が強くなり一勝もできておりません。どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はこれからのグランブルファンタジー6月号が来たということでね、なんだっけ、キャラ調整を第2段階に向けて行ってまいりますみたいなことを言ってたと思うんだけれども、ちょっとそこら辺だったりとか、コラボがあるか、そうか、6月ってなんかあれだもんね、古戦場がないから、ちょっとそういう系のイベントとかについての言及も今回は見ていきたいなというふうに思います。これぐらい6月号いきましょう。皆さんこんにちは、プロデューサーの木村です。初夏を迎え、そろそろ衣替えを済ませた方という方もいるのではないでしょうか。5月は新たな英雄武器の追加や新ジョブソルジャーの登場などがありました。6月も豪華なコラボイベントの開催やバランス調整など盛りだくさんでお届け予定です。それでは今月のアップデート予定をご紹介します。ということで、コードギアス反逆のルルーシュコラボイベント、画像も出てたよね、東京 MX だっけ、テレビグラブルテレビチャンネルの方で画像も出てたんだけれども、そこら辺が出るのかな。ルルーシュ、スザク、カレンね、カレン C2、 俺 CC って言ったらめっちゃ怒られたわ、中学校の時に中学校の時に CC って言ったらクソ怒られた気がするわ。他にもコードギアス反逆のルルーシュでおなじみのキャラクターやナイトメアフレームが多数登場。ナイトメアフレームってのがあれだよな、ロボット、戦うロボットのやつだよな、詳細は後日グラブル公式サイトでお知らせいたします。ということで、で、次ブレイブグラウンド開催、あ、6月4日からなんだ、結構早いね。6月4日よりブレイブグラウンドを開催いたします。今回は水属性の武器がもらえるっていうことで、武器種とかはちょっと気になるところだよな。コンパニオンウェポン用に剣刀だといいねっていうような話はちょっと前にしたわ。今回はボスとして水属性のスノーホワイトやマキュラマリウスが登場いたします。土属性のキャラクターを強化しイベント開催をお待ちください。連対戦攻略のポイント、今回の連対戦ではカウンターを使えると戦いを優位に進めることができます。あ、土属性か、土のカウンターはいっぱいいるよな。まずメデューサでしょ、ラスティナでしょ、アイルもニアビが一応あるし、そうですね、カウンター持ちはいっぱいいると思うんで、ちょっとどんな風に有利を進めれるのかっていうのを見たいところですよな。で、ランキング機能について、今回から難易度プラウド、プラウドプラスにランキング機能が追加されます。それぞれの難易度で連対戦をクリアした際の一戦ごとの討伐ターン数、ブレイブポイントをもとに準備が、面白そうだねこれ。また100位までに入った上級者の編成が確認できるようになるので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。これをやるとさ、これいいんじゃない？古戦場とかでさ、タイム出すためのさ、目標みたいなさ、グラブル IQ つきそうだね。グラブル基礎知能みたいな。もうなんか最近ね、グラブルってなんかパズルみたいなゲームになってて、これとこれとこれみたいな感じのがあるんですけれども、ちょっとその力を、考える力が、これで鍛えられるかもしれない、このランキング機能。これ熱いね。いいね。難易度プラウド、プラウドプラスの初回討伐以降の連対戦。今回から難易度プラウド、プラウドプラスが初回討伐以降 AP を消費せず何度でも挑戦できるようになります。ぜひランキング上位を目指して何度も挑戦してみてください。なお、初回討伐以降、報酬は獲得できません。ということで。これ面白そうだな。古戦場のひな形みたいな感じになったね。いいんじゃないですか。次、師匠降臨開催。お、6月9日から師匠降臨が、新武器の話は出てないんだね、武器種とかは。ちょっと楽しみにしてるね。6月4日。もう近いしな。6月9日から師匠降臨開催します。あ、来た。今回の開催に合わせて、空音の指輪の在庫が1個追加されます。誰に使おうかな。俺ちょっともう心の中で決めてるところあるんですけど。で、また今回より所持できる師匠の回帰の上限を3万から10万に変更します。ちょっと遅かったんじゃ、ええわ、変わったならいいわ。3万から10万に変更ね。で、サイドストーリーにプラチナ、来たじゃん、サイドストーリーにプラチナスカイ追加。今月はサイドストーリーにプラチナスカイが追加されます。ということで、新キャラクターはミオンになります。ミオンめっちゃ強いんだよね、風属性のキャラの中でも、ハイフ SR の中でもね。なんでこれは初心者がもらえるにはかなりいいキャラクターだと思いますわな。で、メインクエスト追加、今月は225章126章の2章が追加されます。で、バランス調整が実施されますと。6月は各属性3人ずつキャラクターのバランス調整を行います。実施は6月4日となります。5月のこれぐらいで、6月と7月の2ヶ月連続でキャラのバランス調整を実施するとお伝えしていましたが、6月4日実施のバランス調整が当初の予定より大幅な変更となったため、この影響を鑑み7月はキャラクターバランス調整を行う。なくなっちゃうんだ。
まあでもデスの変更とかも多いしな。だから7月から8月にかけて既存コンテンツに新たな武器を追加するなど、お来たじゃん。より多彩な編成を楽しめるような装備の充実に力を入れつつ、ゲーム全体としてのバランスの調整を行う。あー、確かに欲しかったかもね。なんかゲームとしてのバランス調整。そろそろさ、なんかそろそろなんか結構圧力生まれそうな感じは確かにあるわな。まあなんか今の例えばアラナンとかさ、キャラクター的にもすげえインフレ進んでたんで、まあちょっとどんな調整をするのか楽しみにしたいところですね。7月の師匠氷に、お7月も師匠氷あるんだ。で、新たな武器が追加される予定。またマルチバトルの難易度調整も予定しておりますので、こちらも楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、まあナタクとかはなんか新武器入ってもなんかね、マルチ活性化してちょうどいいんじゃないっていうような気がするけどね。既存コンテンツ四大天使武器とかが来るとちょっときついかもな。うん、四大天使武器とかはちょっと厳しいかもしれんが、まあナタクとか新武器来るとちょうどよくなりそうな気もしなくもないっていう感じかな。まあバランス調整がないみたいですね。で、次、今月の最終上限解放について。あ、そうだ、今月の最終上限解放はいっぱい最終上限解放されますよっていう風に言われてたんだよね。今月はキャラクターの最終上限解放がない代わり、以下の武器6種と召喚石4種の最終上限解放を行います。おー、1個目デルタクォーツなの。これ水着ベアだね。水着ベアのデルタクォーツ。これ3って3手排水とかそんな感じだったような気がするな。メテオラ。あ、メテオラいいよ。これ排水工人だから。これあれだね。イングフェイの武器ですね。メテオラ。で、ブラビューラ。ブラビューラは、あ、ブラビューラもあれじゃん。非ダメージで攻撃力上がるプラス工人だからかなりいいんじゃない。ディアドリッククロウ。ディアドリッククロウも排水じゃなかったっけ確か。ディアドリッククロウって排水だった気がするけどね。排水技巧。排水技巧か。排水台の技巧章。まあ今はなんか通常個人の仕様も変わったし、技巧隊、どうなんだろうね。まあ、ありそうな、なきにしもあらずそうな感じするわな。で、フェイトルーラー。フェイトルーラーもなんか結構強かった気がするけどな。重造位でしょ。フェイトルーラー、どっかにあったかな。フェイトルーラー、プレボかな。光の SSR の銃でしょ。フェイトルーラーもなんか、記憶はある。工人費用。工人費用でスキルレベル15になるんだ。費用でスキルレベル15は結構厚くないですか？あー、なるほどね。工人費用のスキルレベル15はちょっと楽しみかな。で、トリートウロボロス。これさっき見てたんだけど、工人、回復、工人治癒だったかな。非回復上限アップ。HP 回復量アップっていう感じかな。で、召喚石はサティロス。お、来たか、サティロス。で、オケアノス。ゴリラ早いな、ゴリラ。ゴリラハンサ。うん、君は僕を映す鏡さ。ということでね、こんな感じで上限解放されるみたいです。まあ現状強いって言われてるのはまあゴリラかな。でスキル的に強そうなのは、まあメテオラはスキルレベル15の排水武器が来るっていうところで、まあ水の排水ってのも、水の排水ってのもあんのかな。まあもうちょっといい武器、グラシミレーなの来たらあるかもしんないけど、メテオラだけだとないか、っていう感じかな。で、その他のアップデート、武器によってジョブスキル、違うわ、ハロウィンバージョンキャラクターか武器回復刻。今月上旬にハロウィンバージョンキャラクター解放武器がレジェンドガチャにて復刻登場する予定です。特別な衣装に身を包んだキャラクターたちを入手するチャンスですので、お楽しみに。ハロウィンな、まあでも上旬つったらレジェフェスとかかかってないんでしょ。ってことはなーっていう。俺正直、今、あれがあるんですよね。リンクスチケをどうにかしようかなと思ってんだけど、ワンチャン使っちゃおうかな。ハロケラに。次、その他のアップデート。武器によってジョブスキンが強制的に切り替わる機能の配置。あ、これわかる。ストリートファイト、スナップブレードをメイン武器として装備した際、ジョブスキンが強制的に切り替わる機能を配置いたします。今までこれらの武器をメイン武器として装備すると使用しているジョブに関わらず、ジョブスキンがストリートファイター、調査兵団に強制的に切り替わっていました。この機能の配置により、ストリートファイト、スナップブレードをメイン武器として装備した場合にも、他のジョブスキンを使用することができるようになります。なお、これらの武器の熟練度について現行のまま変更はありません。武器の熟練マックスにすることで、それぞれのジョブスキン、ストリートファイター、調査兵団はこれまで通り使用することができます。ということで、なんかね、気づいたら切り替わっちゃったんだよね、調査兵団に。なんでなんか俺さ、ミザさんのクリンゲントルナードビビビーンみたいな結構やってたけど、ミザさん調査兵団スキン大好きっすねって言われてたんだけど、俺も気づいたらああなってたんだよ。
なんか気づいたら調査兵ダンスキーになってたから、まあいっかと思って普通に使ってたんで、そんなにこうめちゃくちゃな愛着があって切り替えまくってるわけではなかったんだけどっていう感じだったので、それが廃止されるみたいです。でクリスマスワンドの武器熟練度撤廃。武器クリスマスワンドから成仏スキンホーリーナイトガンを入手のために必要だった熟練度を撤廃いたします。これにより口述のスキンショップにてクリスマスガチャセットを購入した場合はすぐに成仏スキンホーリーナイトガンを使用できます。すでにクリスマスガチャセットを購入済みでクリスマスワンドの熟練度がマックスにいない場合でもホーリーナイトガンを使用することができるようになります。なおすでにクリスマスガチャセットを購入組でクリスマスワンドを一度もメイン武器に装備していない場合、一度クリスマスワンドをメイン武器に装備することでホーリーナイトガンを入手することができるようになりますと。なんか課金だったっけ、課金だけど武器の熟練度を上げなきゃいけないみたいな感じだったから、それが撤廃される、簡単になるよっていう話なのかな。で、スキンショップ。今まで期間限定で登場した一部スキンセットをいつでも購入できるショップを追加いたします。いいじゃん。なんかこういざという時にか、ファーストアニバーサリー、アニバ系のやつが、なんか12神将みたいになるんだね。だから今フィフスアニバーサリーは取れないけれど、まあフォース、サード、セカンド、ファーストのこちらの方は取れるようになるよっていう感じなんだね。でドラゴンナイツスキンセット、アイドルスキンセット、レーシングスキンセット、ここら辺はあれだね、サイドストーリーと同時になんかやってきそうな感じしますね。レーシングスキンセットもそうだけど、なんかこうちょうど良くなるようにしてるのかなっていうような気はしなくもないな。クエストクリアで獲得できるアイテムの確認機能追加。一部のクエストについて挑戦前に主なドロップ内容が確認可能になる機能を追加いたします。今回対象となるのは以下のクエストのみですが、必要なクエストには今後も随時対応していく予定ですということで、獲得アイテム情報が確認できるようになるクエスト、パルチバトル、蒸気以外のアイテムも出現しますみたいな、もう思いっきりって書いてあるけど、いいんですかね。まあありがたいよな、ありがたいありがたい。画像は開発中です。次、トライアルバトルにダメージログを追加。トライアルバトルにキャラクターごとにどれだけダメージを与えたか、アビリティや奥義を何回使用したかといった情報が確認できるダメージログを追加します。これありがたいね、プリコレみたいになったねここら辺は。あ、奥義回数も見えてんじゃない。このなんか星は何なんだろう、この星は経過ターン違うよな、ちょっとわかんないけど、多分この下のブギョンは奥義回数でしょ、奥義回数によってダメが違うみたいな。画像は開発中。またトライアルバトルに登場する敵、訓練用機械兵について、現在開発中のイベントをノーレインボーにて登場する敵牧人に変更いたします。それに伴い現在の機械用訓練兵機械兵に担当する敵のステータスをイベント決戦星の5000条難易度エクストリームプラスの敵と同様のステータスに変更します。防御値も変わるんじゃない防御値も変わるんじゃないかなっていうふうに思うんで、それはありがたいかな。1ターン以内の討伐の目安にするなどご活用いただければと思います。で、ヘルプ機能の回収。ヘルプ機能の回収を行います。今まで該当するトピックを自力で探す必要がありましたが、今回の回収でヘルプ内でキーワード検索ができるようになります。それ以外にも、よりアクセスのあったトピックのランキングを毎週掲載するなど、より使いやすい形に一新する予定ですということで。これいいんじゃない？ありがたいよね、なんか。最近、例えばだけど、新キャラクターで、喪失効果が追加されます、ドーンっていう風になった時にさ、喪失って何？と思ってたんだけど、まあそういう時はさ、俺たち的にはもうゲームウィズを見に行くとかさ、なんかグラブル攻略ウィキを見に行くとか、そういう状況になってたけど、ヘルプのボタン見てみたら、ヘルプでも調べられるし、なんか喪失って何なんだろう、ヘルプピー、ここに、あるじゃんみたいなことになるかもしれない。意識が変わるかもしれないですね。で、書籍グッズイベント情報、画集発売ということでね、まあ、ちょっと前話題になりましたね、画集発売、昨日か、話題になってましたね。で、グラブルーの7巻が発売されます、6月登場のプライズグッズ情報になりますと、こちらのぬいぐるみ、サマーケット、いいね、サマーケット、T シャツ、壁掛け時計、壁掛け時計か、いや飾りたくねえな。さすがに時計までグラブル仕様にしたらガチ感ない。さすがに時計までやったらな。
今月はコードギアス反逆のルルーシュとのコラボイベントを皮切りにブレイブグラウンド、ショーコリなどおなじみのイベントも開催予定です。最終上限解放が追加される装備、能力が一新されるキャラクターもいますので、新たな可能性を探っていっていただければと思います。これから夏に向けてさらに気空士の皆さんに楽しんでいただけるようなコンテンツをお届けしていく予定ですので、今後ともグランブルファンタジーよろしくお願いいたします。ということで、よかったね。今回のアップデは、まあちょっとアップデが、キャラ調整がないのは残念だったけど、トライアルバトルの結果が見れるっていうのは、なんか魅力的な部分だったんで、まああとは HP がな、なんかある程度調整できるようになると、いいっすけどね。まあでもなんか EX プラスの敵と、てか防御値10の敵っていなかった、あんまいなかったよね。防御値11の敵がすごい多くて、まあどういうことかっていうと、古戦場の、違うわ。トライアルバトルの敵を防御値10とした場合、他の敵の防御値はみたいな感じで、なんかこう防御値を表示してるサイトさんとかが多いんだけれども、まあ古戦場の EX プラスは11だったから、ちょっとなんかこう、ダメージにブレ幅があるんだよね。っていうところで、1550万チャレンジとか微妙なところだったんだけど、そこら辺がこう分かりやすくなるよっていう。てなったらさ、船と炉についても回収入れてほしいんだけど、俺からすると。ね、船とか炉とかもさ、ね、なんか個人船に移動しなきゃいけないみたいな状況になってて、なんかそこら辺もなそこら辺なんとかしてほしいような気はするけどね。船炉がなくて結局トライアルバトルもさ、船炉があればこんぐらいいけるっしょっていう概算の数字がスクショとしてツイッターに出るのは、まあもうほぼほぼ確定してるんで、ってなったらもうあれだよな、船炉にも調整入れてほしいなっていう風に個人的にはとりあえずは思いますけどねっていう感じかな。まあとりあえずコードギアスのコラボを楽しみにしていきましょうっていうところで、今回の6月のこれからのグランブルファンタジーを見ていくよ動画でした。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。